山下先輩の撮った動物みんな荒ぶってる。そんなことないよ、ほら。うわ、このコアラよく寝てる。で、起きた時反対向いてる。照れなくていいのにね。今頃お兄ちゃんも飛行機の中で寝てるかな。そうだね。ちなみにラルセンブルクを象徴する動物は白鳥と馬だよ。日本だとキジとニシキゴイね。白鳥と馬、来週出る？ん？次回第12話、突然ごめん。出なくてもお楽しみに。